よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡県から来ました藤田結衣と申します。よろしくお願いします。と私はですね、今バスケットボール部のサークルに入ってるんですけれども、今、校舎の中の体育館がですね、自分のところが使えなくて、廃校になった小学校の中の体育館を使わせていただいてるんですよ。でそこであった出来事なんですけども、やっぱりその休憩時間とか放課後になりますので、夕方から夜の時間帯になるんですよ。でそれで休憩時間とかにお外でみんなで体育館の前でいろいろ話をしたりするときに、やっぱりなんか小学校とか病院って怖い話が多いので、自然とそういう話になったりすることが多くて、でその日もすごく友達5人ぐらいでわーわー喋ってていろいろ話してたんですけど、なんかその廃校の小学校の目の前に体育館があって、ふと屋上を見たんですね。たまたまだったんですけども、その時に何か白いぼやっとしたものが見えて、あれ気のせいかなとも思ったんですけど、パッて横を見たら全員がそのものに気づいてたみたいで、みんなでそれを見てたんですよ。で私も目線を戻してずっとそれを見てたんですけど、その白いものが不意にスッて下の方に落ちたんですね。でなんだろうと思ったら、また上に廃校になった校舎の屋上に現れたんですよ。でそれがまたふって落ちて、でまた現れてっていうのを何回も何回もその白いものが繰り返してたんですね。でだん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 見てる私たちも動けなくなって、息もしづらくなってくるような、えっていう感じのものを感じて、ずっとそれをただただそれをみんなで見てたんですよ。でそれが途中でパッて消えて、それの瞬間にみんな一斉にハッて息ができるようになったというか、すごい、でもその後もすごい疲れというか、なんかつしっとしたものが残って、その後の練習にも身が入らなかったんですけど、でえあれ何だったんだろうって思って家に帰って考えてたんですけど、それが多分だん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 みんな見てるうちに人の自殺、飛び降り自殺みたいに見えてきて、ですごく怖くなって、次の日に先輩、サークルの先輩に聞いてみたんですよ、みんなで。そしたらその先輩も休憩時間にタバコを吸いに行った時に同じものを見たことがあったらしくて、でその先輩は駆けつけたらしいんですよ。何か落ちた、もしかしたら人かもしれないで危ないって思って駆けつけた時に、やっぱり何もなくて、おかしいな、見間違いかなと思ってふと屋上を見たら、なんか男の子が立ってたらしいんですよね。でその男の子は、でも普通じゃないっていうとあれなんですけど、白いもやがかかったようなぼやっとしてて、でよく見ると目も鼻も口も何もない男の子がずっと、でもこちらを見下ろしてるのがわかるらしいんですよ。で先輩はもうその瞬間に怖くなってわーってなって逃げ出しちゃったらしいんですけども、その後も何人も見たっていう人がいて、で結局その校舎は取り壊しになることになって、何回も工事をされることにはなってたんですけど、でも私はもう全然怖くてそこの校舎には近寄れてないんですけども、いまだにやっぱり取り壊そうとしたら、それを見た人や怪我人が出たりとか、何らかの形で今でもその校舎が残ってるんですよね。だからお祓いとかもされてるみたいなんですけど、もうずっと今でも残ったままなんですよ。これが私の体験した怖い話です。なるほど。これ
やっぱり本当に実際飛び降りた人とかなんですかね。うん、でしょうね。あの繰り返すっていうのは本当に繰り返すんですよあれ、うん。何度も見れるんですよね。で特にあの強い人が一人いるとそういうの見る力がある人がいると結構周りの人間見えたりするんですよねこれがね。うん、で多分そんなすごい遅い時間だとは思わないんだけどよくねその霊的な状況が起きるっていうのはそれはもう大体1時半ぐらいから、まあ、2時半ぐらいまでの間が一番強いんだけどもこれは不思議なんだよね。世界中共通なんですよ。どうやらこの草木を眠るっていうのは日本だけじゃないらしい。ヨーロッパでもそうなんで、でそれは分かるんだけどそうではないものってもっと早い時間に起きるよね。ありますよ、うん、今のそれもそうだと思う。それとその顔がね輪郭だけってそれも分かるんですよ。うん、要するにあの目がないとか口がないじゃなくてまるであの光を浴びてこう輪郭だけ浮いたようになってるもんだから見えないのね。すごくありますよね白く。で大体不思議なんだな。それが男か女か大体分かるんですよ。そうはいかないと分からないはずなのにあれはそうだなってあれ分かるでしょ。うんねありますよね。それと意外と今言われたようにその校舎がね途中まで持って壊したまんまで持ってそのまま手つけないっていくつかあるね、うん、昔の随分ありましたよ。やっぱり訳があってできない、うん、壊すのはそれちょっとあの怖くてできないってとありますよね。それはその名人だとか言うんではなくて確かに何か起きるからなんですよ実際にね。あるんでしょう多分その場所にはねえ。それをご覧になったんでしょうきっと、うん、学校は怖いよね。学校はやっぱそういうのがいろいろある場所なんですね、うん、あのね私はいつも思うんだけどその学校ってのは一番テーマになりやすいんですよ。でしょ。だって誰もがみんな特に小学校なんてのは誰でもみんな行ってるわけだからで大体作りは同じだし先生がいて黒板があって窓があって戸があってって同じじゃないですか。だからとってもイメージ湧きやすいし子供にとってみると家にはない理科室のものがあったりとかさ、うん、あるわけでしょ。要するにそういうのあるじゃないですか。トイレがずらっと並んだりするじゃないですか。だからそういうものがあるんでなんとなく怖いんですよね、うん、だから未だにトイレの花子さんが残ってるわけですよ学校行くと。でもあれだって時代ともに変わってますよ。今はだいたいモダンな洋風のトイレじゃない女性違いますだいたいねなってきてますよね新しい建物はね。でもあのトイレの花子さんってのは本来はあの日本の昔の穴が開いてるトイレですからね。それでその昔というのはやっぱりあの下が空間になって暗くて怖いわけだ。ご視察入ると暗い、ね、空間がある。それでましてやその土地に行ってはねトイレの神様祀ってあるんですよ。昔は祀ってあったのトイレには神様が。私今でも拝みますよちゃんと。でこっちに置いてあってねでその下この穴の下真っ暗の中そのこう壺があるんだけどそのそばにちゃんと人形を2つ置いてあったりしますよ。これは暗い中でもって最後までおらせない子供が穴の下の暗い中に人形を2つったらちょっと怖いでしょうね。だからその辺から始まってるんじゃないかなって。昔はそのトイレの中でもって死んだ話結構多いですからね。それと同時に昔のトイレってのはねその家だとか学校の健康状態が分かったんですよ。見ると分かるでしょ自分のも出してあるから健康状態が。年寄り昔死んだわけですよトイレで。そうあの寒い時なんかほら脳卒中なんか起こすじゃないですか、うん、だからトイレってそういう場所だったんですよ。でそういう人が亡くなるでしょ。人が亡くなっちゃった、ね、そういう場所になっちゃったって言った時どうするかというとそれをお参りするでしょ。そのために魂を癒すためにさ花をこう飾る。そういうトイレには花を花の籠入れようとかける。この花の籠っていうのを花子って言うんですよ、うん、それこれを別に、ね、花形見って言うんですよ。おそらくきっとこういうポットンのトイレとそのお人形と花子花形見これが一緒になってトイレの花子さんがあるんじゃないかなと。それが学校 あの今でも話になってるんじゃないかなと。うんあので特に私の話の中にもあるんだけどあの赤い斑点の話があるんだ。それは文教上の話なんですよ。悲しい話なんですけどそこでその特攻の人がねそこで過ごしてたわけだ。亡くなったんだけどもそのお母さんが来て亡くなる話があるんですよ。赤い斑点着せましょうかってなるんだけども33年ぐらい前かな私話した話なんだけど。でもね学校というのはどうやらその人 そのエネルギーのようなものが溜まっていてそれがなんとなくじわりじわりと出てくるんじゃないのかな。悲しいこともあるんじゃないのかなきっと。うんだからこう気持ちを打つんじゃないですかねと思いますがね。なるほどすごいお話ですね。学校にはいろんなことがあるんですね。ああそうだね。学校ってだってあれよ小学生ってのはさ一番最初にその人間関係を覚えたりで一番最初にその状況を知ったりなんかする発見があるところが学校だからね。ああそうですね。うん小学校の時にね字の上手い先生を教わるとねみんな字が上手くなるんだそのクラス。ところがね乱暴な字学先生のところに教わった生徒はみんな乱暴な字になったりするんです結構な、ね、うんそのぐらいに左右されやすい子供にとって一番の根源元だよね。元ですよ。うん、だからトイレ話ってのは多くて当たり前だしそれだけに大人になっても思いがある。うん、廃校は怖いね。何かはあるんでしょうきっと。なるほど。
よろしくお願いします。滋賀県から来ました、東です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは僕が少年野球のチームに入っていた時の話なんですけれども、その時の行事で、車で2時間ほどのところにある山で合宿を兼ねた、キャンプみたいな、1泊2日で行った時の話なんですけど、もちろん小学生だったんで親も同伴で一緒に行って、で車の中ではもう本当にキャンプ行く気分だったんでワクワクして楽しんでたんですけど、ですぐに時間も過ぎて山に着いた時に、その僕霊感とか全然ないんですけど、その時に限ってはなんかちょっとその山に入る合宿所に入るって時に嫌な気持ちがしたんです。でも周りの友達とか全然普通にしてて、親とかも普通にしてたんで、そこはちょっと気になってはいたもののスッて入っていたんですね。でその後もすぐに練習試合が始まって、で練習試合終わればバーベキューになって、でもその頃にはその朝のこととか忘れてたんですね。で楽しく過ごしてて、でもうすぐに夜になりまして、でもう次の日の朝も練習試合早いっていうことで、もう夜の9時ぐらいには寝ようっていうことになって、各部屋に分かれて寝ることになったんですね。でその寝る時に親が消灯に来てくれたんですけど、その時にですね、ちょっと廊下の方に、親の後ろの廊下の方にスッとなんか黒いものが通るのが見えたんですね。でその時にとっさにちょっと朝のことを思い出してしまって、親に今ちょっと誰か後ろ通ったよねっていうのを聞いたんですけど、親はいや誰もいるはずはないと思うんだけどっていうんですね。でちょっと怖いなと思って嫌なもの見てしまったかなと思ったんですけど、もうみんなクタクタになってたんで、もうみんな寝始めてるんですね。で寝てる子もいて、で親ももう寝なさいよなんて言うんで、僕も早く寝なきゃと思ってたんですけど、その寝なきゃって思うと余計に寝れなくなってきて、で気になって、でももう辺りは真っ暗で電気も消えてますし、なるとなんか遠くの方からドアを開けたり閉めたりする音と、あと廊下を歩いてる音が聞こえてくる、でなんか近づいてくるような気がして、でももうみんな寝てるし、僕一人でこうその状況どうしようってなってて、で怖くなってきて、だんだんその音が近づいてくるような気がして、それが怖くなってきて布団ガッてかぶってガタガタ震えてたんですね。で怖いと思ってたらどんどん近づいてきたんですけど、ある距離ぐらいまで来ると音がなくなったんですね。やっと助かったと思ってふって布団を上げると、その黒い影が目の前にパッて現れていて、もうその瞬間に固まってしまって動けなくなってしまって、もう本当に理解ができなくて、でそんなことになったのは初めてだったんで、もうそのまま気を失うように寝てしまって、ずっと多分黒い影はずっと見てたんですけど、そのまま出ていったみたいで、次の日朝起きたらもう汗びっちょり でその話をみんなの朝友達にしたんですけど、やっぱり誰もそんなの見てないし、もう寝てたよって言うんで信じてくれないんですけど、その日を境ぐらいに何だったか分かんないんですけど、やはり人と話してる時とか全然昼間なのに、その黒い影を見るようななんか気分にとらわれてしまって、錯覚だって思いたいんですけど、やっぱりそういうのが経験をしたことによってちょっと気になってます。これが僕の怖い話です。なるほど。なんかさやちゃんは同じような経験とかありますか？ありますね。私が子供の頃ボイスレッスンに通っていた時の話なんですけど、そのボイストレーニング のスクールはすごく霊が出るっていう有名な場所だったんですけど、いろんな人がそこで霊体験をしていて、でそのレッスン場所の目の前に廃墟になった温泉施設があって、そこでは男の子がその事故で亡くなったっていうのを聞いたことがあって、でちょっとそんなことがあって気味が悪いなって思ってて、で毎週そこに通うのはちょっと嫌だなって思ってたんですけど、そんな中ある日個室でボイストレーニングを受けてたんですね。で個室があってドアを挟んで目の前に廊下があるんですけど、でその場所には私と先生一人しかいなくて、でその時間帯はもう誰も来る時間帯ではなかったんですけど、ボイストレーニング中にいきなりその個室の目の前の廊下から
どん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 って言って子供が走るような音がしたんですね。でおかしいなと思ってたんですけど、まあ、とりあえず気にせずボイストレーニングをまた始めてたんですけど、そしたら次はそのボイストレーニングの部屋の個室のドアが開いたり閉まったりする音が聞こえるんですね。で音は聞こえるんですけど見てもドアは開いたり閉まったりはしてないんですよ。でもこれはちょっとおかしいなと思って、でもまあレッスン中だからレッスンに集中してたんですけど、そしたらいきなりなんかゾクゾクって背中がして、えっと思ったら人間と猫の声が混ざったようなっていう声が耳元でささがやくような感じで、うわーってうなされた感じになったんですよ。でこれはちょっとやばいと思ってその先生に今何か聞こえませんでしたって聞いたら、いや先生は何も聞こえてなくて、で私だけにしかその今まであった廊下を走ったりする音やドアが開いたり閉まったりする音や今の変な音声みたいなのは先生には聞こえてなくて、私だけにしか聞こえてなかったんですよ。ちょっとおかしいなと思って、もうそういうのがありましたね。怖いですねでそれは、はい、いかがなんですか。いやそれはもうねどこにあったってそれおかしくないわけ で特に霊を見るとかね、よく幽霊を見るときどういうときが多いかというと、例えば私さっきはねなんかそんな話もみんなとねしてたんだけど、要するに日常から非日常へ変わる瞬間ね、ごく当たり前な生活をしている人がいつもの自分の部屋いつものところで勉強したら突然明かりが消えちゃった、体が動かない何も聞こえないうーっていうようなときだとかね、もう一つはね体がリラックスしてるの自然に、体が非常にリラックスしてるの何も考えてない楽なとき、むしろ嬉しいとき興奮してるときね続いて、わかります。だから修学旅行なんかそうですよね、体はすごい楽なんだ、もう自然なのだってやることないから、でも興奮してんの嬉しいから、運動なんかしてそうでしょ、それ楽しいの疲れてて、だけど興奮してんの、こういう時見るんですよ、全く例を考えてない時見るんですよ。割と野球もそうですよ、ある高校のその野球部なんだけど、これはその合宿場があってまあしょっちゅう行ったわけじゃないですよ、で何泊かするわけですよ、でしてところが1日2日よかったんだけど3日目ぐらいかな雨降っちゃった、それもザーッとしゃべりですよ、とその建物の中でキャッチボールやね素振りぐらいできるんだけど他できないわけだ、雨でユニフォーム濡れてるしね、じゃあもう諦めてこれ今日洗濯しようかってみんな洗濯して、でみんな大きいその大部屋でもって寝るわけですから、その隅にさロープ張って干すわけだ、ユニフォームだとかアンダーシャツだとかねストッキングみんな干すわけですよ、で、まあ、夕飯が済んでみんな疲れてるしじゃあもう休もうってんで消灯で寝るわけじゃないですか、でその時でこれ笑うんだけども、監督がいいか体を思いっきり使って目いっぱい動いて疲れ切ってで寝ろよと、夜中に起きたらろくなことないぞ、なるほど体を使ってね目いっぱい動きゃ疲れるから目開くわけないじゃない、いいか夜中に起きたらろくなことないぞって言ったんだ、はい、それでみんなもう夢中でやったけど、でまあその日は雨でないわけだから洗濯をしてでロープ張って干したわけだ、で夕飯済んだんでじゃあねよと休んだわけですよ、ですぐみんな寝ついたんだけどもね、なぜか一人ふっと目が開いた彼がいるわけだ、まあ A 君でもいいですよ、目開いちゃったんですよ、おー開いちゃった、なんだろう疲れてるわけなのに目が開いちゃったの、興奮してるからうわーと思って目つぶるけど眠れない、あちこち見るけど部屋なんか暗い、ちいちゃんがあれが僕にポツンとついてる、そのちいちゃんの明かりのところがちょうどそのロープを張って洗濯も干してあるわけだ、ずっとねユニフォームやなんかある、見るとはなくそう視線が行くわけですよ、他に行くとこないからふっと見たらあらーと思った、一つユニフォーム揺れてるんです、パタ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 、これ風が入るんだったらば他のまんも揺れてるわけでしょ、ところがそれだけ揺れてるわけですよ、なんだろうなんであれだけ揺れてるんだとこう思うわけだ、おかしいなと思って見るうちにあれと自分たちのユニフォームと違うんだ、なんか古いユニフォームなんで、あれいつともだろう、それともどっかのかなと思って見たときにはらっと思った、ユニフォームのその下からアンダーシャツが出てるっての、別に干したわけじゃないんだ、と思った、その先に手が見えたってんですよ、それこう動いたやつですよ、なんだろうあれ目のせいかなと思って暗い距離あるからじーっと見せたらばこれ吊り下がってんじゃないんだ、そのユニフォームの上にちゃんと頭があってそのロープに引っかかってね暴れてるんだとかって、これ寝ちゃったんだ、ほとんど失神状態ですよね、で朝目が覚めて俺昨日夢かなと思って行ったらそんなユニフォームがないんで
あやっぱり嫌な夢見ちゃったな、なるほどなと思ってね、たまたまその話をしたらば、そこの関係者の人がね、その合宿所の関係者の人が、昔子供ってね、先輩の野球部に一人死んでんのよって言ったんだそうですよ。そうか、それで分かった。監督がいいか、体思いっきり使って散々疲れて、もう絶対夜中起きるんじゃないとったの、起きたらそれ見ちゃうからなんですよでしょ、先生はもう分かってたわけですね。そういうことなんでしょうね、きっと。なるほどって話でしたがね。すごい、もう怖いですねでもありますよ、人が集まる場所にはね、そういう場所にありますよね。では稲川さんのとっておきの話聞かせてください。はい、私この話ね割と好きなんですよね。富山県の高校を卒業して、で東京の大学に入学して、で大学を出てからはそのまま東京でもってね勤めをしている、平田さんという人なんですがね、独身貴族でもって結構豊かな生活を送ってるんですが、そんな彼のところへね、ふるさとのその高校の同級生からクラス会のその案内状が来たんですね。お盆にみんな帰ってくるだろうからクラス会やろうと思ってるんで参加してほしいってわけだ。懐かしい。みんなどうしてるかなってみたいなと思うわけだ。年齢で言えばちょうど24ぐらいですかね。楽しい盛りですよ。中にはもう結婚している女の子もいるかもしれない。で早速出席しますって出したわけだ。そしてそのお盆、列車で帰ってもいいんですがね、それでは自分生意気なんだが一応車持ってるんでこれで帰ったろうと思った。できっと道路も混むだろうから朝早くに出て休み休みきゃいいなと思って行ったわけですよね。早朝して行きましたらね、結構渋滞にも合わないでいい具合に行ったわけだ。で富山のその自分の実家近くまでやってきたって言ったってまだちょっとあるんですがね、その頃はもう結構日が少し傾いてんですね。山間を通っていってもう一つ小さな山なんですがね、この若草山という山を越えるとこう蛇行した坂道があって、それ下ってきゃもう自分のところの町へ出る見知った景色なんですね。来たなと思いながら気持ちよくバーッと走ってる。蛇行してるもんだからスピード落としてっととね、道の先なんですが歩いていく人がいるんですね。なんだろう、あの人周りに車もないしね、どこから来たのかなと、あのまんま歩いて町まで行くのかなと思った。車が近づいていくと、これどうやら若い女性なんですね。珍しいな、若い女性がねこんな道歩いていくんだなと思いながらスピード落としてゆっくりとすれ違ったわけだ。ひょいっと見たらね、なかなかこれが美人なんですね。綺麗だなと思って、で少し行って車止めたわけだ。で窓開けて様子を見てると、だん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 その女性が近づいてきたんで、どうですか、よろしかったら乗ってきませんか、私これ降りてったらそのまま街入りますから送ってきますよ、言ったら向こうがうんってうなずいてね、とっとっとっと近づいてきた。で助手席のドア開けたら乗ってきた。見たら綺麗な人なんだけど、あれと思った。見覚えがあるんですよ。お化粧はしてるんですが、あれと思ったら、あれ、失礼だけど加藤さん、加藤忍さんかなって言ったら、はいって言うと、同級生なんですよ。俺平田って言ったら、平田君って言うんだって。奇遇だね。でいや実はそのクラス会があるって言うんで俺帰ってきたんだって言ったら、私もクラス会があるんでこれから家帰るとこだって、じゃあ俺送っていくから、じゃあ明日会場で会おうよ。彼嬉しいですよね。そりゃそうだ、何年も会わないうちに、すごく綺麗になってるわけだ。お化粧もしてるしさ。で彼女の家の前で泊まって脅して、じゃあ明日ってんで自分実家帰ったわけだ。実家行ったらばお父さんやお母さんやね、兄貴夫婦が待ってるわけだ。おいお帰りって、ね、でもうすっかり宴会、楽しくてしょうがない、明日のクラス会がってな。みんなと会うことが楽しみできたんだけども、途中でもって素敵な女性に会っちゃった。同級生、明日俺会えるな、加藤忍だなと思って盛り上がってるわけですよ。翌日バリッと決めてね、でその会場行ったわけですよ。知ってる子が並んでるわけだ。おーどうしてる、しばらくだなと、おーってやってる。みんなと話が始まって、楽しい時間がだん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 過ぎていくんですがね、その加藤忍の姿が見えないんですよ。彼気になってるわけだ。友達がおいどうしたんだ、さっきからなんか気にしてんなって。いやそうじゃないんだけどな、おかしいなと。そうこうするうちに、いや俺実はさ、昨日車でもってこっち帰ってきたんだけど、途中な、あの若草山のあの坂道のとこでもって加藤忍に会ってな、であいつ乗っけて家まで送ってったんだけど、今日これ出るっつったんだけどな、まだ来てないんだよなって言ったらは、友達がね顔色変えたん。
であいつ体壊してなこっち帰ってきたんだよ。実家の墓場があるんだよ。一旦家に帰る。あいつ亡くなってたのかがっかりちゃった。とその友達の方がねスーッと手を伸ばして彼の肩のとこちょっとなんかつまんで出して見ると長い女の人の髪の毛なんですよ。でこの友達がねなあもしかしたらもう加藤忍来てるかもしれないぞって言ったってんですよね。まあ、そんな話です。なんかちょっと切ないような切ないね、はい、お話ですね。どうですかさやちゃんは。そんなことがあるんですね。ね不思議ですよね。なんか涙が出てきそうな感じそうちょっとね優しいよね、はい、うん、だからいつも思うんだけどその霊がね悪いとかさ怖いというのは本当こっちの勝手でもってもしかすると向こうの霊は優しいのかもしれない、うん、私は毎回毎回自分のツアーでは毎年ね優しい話をするんですよ。でも最近はなんかその癒されるというかな優しい霊がとっても皆さんお好きなようです。私も好きなんだ。本当は霊はね優しいんですよ。ただこっちが拒絶をしてるだけ。大事にすれば守ってくれますよ、うん、心はあるんですね。肉体は失ったって魂はちゃんとあるんだもん。なるほど、ね、とっておきの話ありがとうございました。ありがとうございました。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京から来ました浜野リレーです。よろしくお願いします。とこれは私が下宿していた大学の寮の言い伝えの話なんですけど私ではなくて私の友達が体験した話なんですね。であれは多分10月か11月頃のすごい寒い日だったと思うんですけど私の友達が大学の先輩に誘われて飲みに行くことになったんですよ。でもその日彼女は体調が悪いこともあって行くかどうか迷ったんですけどやっぱ先輩の手前なんかいや行けませんってなかなか言えなくてちょっとだけ顔出して帰ろうかなと思って参加することになったんですね。で一次会が終わって帰ろうと思ったんですけどお酒が入って盛り上がってる先輩にちょっとなかなか言い出せずにいてで結局終電を逃してしまったんですよ。で先輩たちは始発が出るまでカラオケボックスに行こうってなったんですけど友達風邪ひいてたんでちょっとカラオケはきついなと思って体調が悪いことを伝えて帰ることになったんですね。でも終電はとっくになくなっていたのでどうしようかなって思ったんですけど結局タクシーに乗って帰ることになってで大通りでタクシーを拾ったんですね。でタクシー乗ってる時にその運転手さんがすごい気さくな人でいろいろ話をしてくれたみたいで世間話だったりとかで話が盛り上がったんですけど彼女は体調が悪いこともあってちょっとうとうとし始めたんですね。そしたらだんだんとなんかこう息苦しくなって目が覚めてなんか空気が重くなってる風に感じたって言っててで体調ももっと悪くなっててもう熱っぽくなるしで時間が経つにつれても本当にこうガタガタ震えちゃうくらい寒くなっちゃってで運転手さんに声振り絞るようにちょっと暖房上げてもらえますかって言ったんですけどさっきまで寝る前まではあんなに気さくだった運転手さんがなんか無言で前を向いてずっとひたすら運転してるんですよ。で不気味に思ったんですけどそれ以上なんかしつこく言えないでいてでもう上着寄せ集めてガタガタ震えてたんですね。でしばらくしたら雨が降ってきてなんかザーっていう雨じゃなくて霧雨っていうんですかなんかこう白くなるような感じでパッて窓の外見たら寮の帰り道とは違う全く違う道を進んだらしいんですよ。で運転手さんちょっと道違うんですけどってその友達が言ったんですけど相変わらず運転手さんはその前を向いてずっと無言で運転しててでそしたらその運転タクシーの運転手さんがなんか山道の人気のない山道に入ってったらしいんで
らしくて、でこの辺に山とかないのにここはどこなんだろうって彼女は思って、でもなんかあの人気のない山道でそのタクシーのエンジンの音とあのワイパーのキュッキュッっていう音が、うん、すごい不気味に聞こえたって言ってて、でもうどうにかしないとと思ったんですけど、あの気持ちだけがこう焦っちゃって、もう金縛りじゃないですけど体が言うことまた聞かないんですね。でそうしてるうちになんか山道を登っていくんですよ。細くて暗い山道を登っていって、でもう彼女はどこに連れて行かれるか分かんない不安から、もう本当どうすることもできなくて、ただ目をつむってその場をやり過ごすしかなかったんですね。でしばらくしたらタクシーがゆっくりと止まったんですよ。で窓の外を見たら相変わらず霧がすごくて、でパッて運転手さんの方向いたら車のヘッドライトに照らされて男の人が立ってたんですね。で彼女思わず息飲んで、でその男の人っていうのがあの年齢私たちと同じくらい その大学生学生みたいな感じで、前髪が濡れててすごい長くて青白い顔で、唇だけが不気味なほど真っ赤に濡れてたそうなんですね。で彼女が瞬きもできないで見てたら、突然カッてその男性の口が大きく開いたんですよ。でも彼女うわーってなっちゃってその場で絶叫して気を失ったそうなんですね。で次の日目覚めると下宿先のベッドに寝てて、もう全身寝汗でびっしょり濡れてて、であのこんなに怖い夢を見たことなかったんだよねって私に話してくれたんですね。で私はもうなんか彼女があまりにも真剣に夢の話をするので思わず笑ってしまったんですよ。であのそれから何日か経ってたまたま大学の先輩に友達がこういう夢を見たって言っててって話をしたら、その先輩がいきなり顔色を変えて、それって寮の言い伝えに出てくる幽霊なんじゃないのって言ったんですね。その言い伝えっていうのが寮 あのトイレとか廊下とかでその同じ幽霊を見るっていう言い伝えで、その幽霊っていうのがあの若い男の人で青白い顔をしていて、唇だけが異様なほど真っ赤に濡れてる幽霊で、それは友達が見た幽霊と全く同じだったんですね。私はやっぱその時は思わず笑ってしまったんですけど、もしかしたら友達は本当に幽霊を見たんじゃないかなって今思うんですね。これが私が聞いた話です。なるほど、幽霊ですね。いかがでしょうか。幽霊はね、出る時間にはっきり出る幽霊があるんですよ。あのね、これもね面白い、今のね話でもって思い出したんだけどね、もうだいぶ若い頃の話になるんだけど、私の大変お世話になった方でもって、あの喜劇でもって有名な俳優さんがいた、杉井恭二さんって方がいらっしゃった。でこの方が亡くなってお墓はというとね、あの人に烏山ありますね、そして烏山の有名なあの辺はあのお寺さんたくさんありますよね。その有名なお寺さんでやったわけですよ。でところがその有名人の方たくさん来るんで駐車場が分散してるわけだ。で一応その私がその仕切りで行ってるわけですよ、あのお世話になってる先生のところですから。で何人も若い人がいるわけだ、もう夜中回ってるわけですよ、みんな忙しいから夜中来たりなんかしますからね。そうこうしてましたらね、後ろにあのお寺さんがあって庭が見えてるんですよ、そっちね。でこっちはもう駐車場があって、でこちらですからどうぞ、車そちらどうぞやってて、時間見たらもう2時回る頃だよ、2時回るなって言った時に、あの白い服装の人がね、あのスーッとこう庭の方切ってったんで、ああれ人間違えてるよ、あっち行っちゃまずいんじゃない、こっち行かないとあっちないからって言ったんですよ。考えたら葬儀に白い着物はないじゃないね、みんな黒なんだから。で言ったのよ。で何人もが見てて、って呼び行こうと思って行ったんだけど、あのちょっと入り口が分かんなくて、外から「あのすいません」って言えないじゃないですか。で行っちゃった向こうへ、どこ行くんだろうと思ってね。で考えたら、そうだな、こんなところ通る人いないよなと思って、入り口入れないんだから、どうやって行ったんだろうねって言ったの。時間覚えてんですよ、それ2時15分ぐらいなんですよ。であと誰かったら確かめてみようかと、でも白い着物はいないぞって言ってたのね。後になってね知ったんだけど、その我々がいたところの背にしたお寺ってのは有名なお寺でもって、このお寺ではあの毎日のように2時15分になると白い女が出るんだって、それトイレ行くんだってさ、いまだにその話だと。でも本当にだから見たわけですよ、みんなでね。だからその寮の言い伝え、どこどこの言い伝えってのは結構バカにはできないかもしれない、
あるのかもしれない、うん、で夢って言うけど夢って本当はもしかすると意外と現実に近いものだったりして、でちゃんとこうストーリーができたりなんかしてて、何かでもって自分とねあのこうやり取りしてるんですよね。どっかでもって何かがあったから夢を見る、夢を見たから何かをするってあるじゃないですか。漠然と見る夢ってそうはないよね、なんとなくね、うん、きっとその彼女には何かがあったんですよ、だからその夢見たんですよ。じゃなかったら同じ男がですよ夢に毎回現れるってこと自体がおかしいもん、うん、ただその男がなんで現れるんだろうと、そこはちょっと知ってみたいけどね、うん、どうしてなんだろうねえ、不思議だよね、あるんですね、あそこには。そうです ね、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。埼玉県から来ました恩田よし子です。お願いします。これは私が高校生の時に体験した話なんですけど、その日はなんかやたら眠れなくて、深夜こうずっと映画を見てたんですね。その時私田舎のマンションに住んでたんで、夜になるとすごい静か、でも全然物音もしないぐらい静かなんですよ。でその日はまあ両親も寝てるんで、お家の中もすごい静かだったんですよ。それがなんか深夜の1時ぐらいですかね、急になんか人の話し声が聞こえてきたんですね。でもなんかその声がボソボソしてるんで、何を言ってるか全然わからないんですよ。まあたまに両親が起きてる時があったんで、まあ親が喋ってんのかなっていうぐらいに気軽に構えて聞いて、まあ普通に映画見てたんですけど、なんかしばらく経ってもずっと声が聞こえるので、なんかおかしいなと思ったんですよ。なんかずっとボソボソ喋ってるし、しかも何を言ってるかもわからないし、もう映画も集中できなくなってきたんで、もうこれ一回確認した方がいいなと思って、親の部屋を確認しに行くことにしたんですね。まあ、私の部屋を出て、まあ、リビングを抜けたところに、まあ、奥の部屋に、うちの両親の部屋があるんで、行ったんですけど、まあ、扉が少し開いてたので、まあ、中を確認したんですよ。そしたら、普通に両親は寝てて、まあ、喋ってる気配はないんですね。おかしいなと思って、でもやっぱり声は聞こえるんですよ。どこから聞こえてくるんだろうと思って、もう耳を澄ましてずっとこう聞いてたら、なんかだんだんそのどこから声が聞こえてくるかは分かってきたんです。あの家の中じゃなくて家の外から声が聞こえてきたんです。あ、これはもう近所のおばさんが喋ってるとか、まあ、酔っ払いでもいるのかなと思って、まあ、何を言ってるか分かんないし、まあ、確認した方が自分もすっきりして眠れるからと思って、まあ、外に出て確認しに行ったんですね。まあ、マンションの、まあ、フロアごとにライトがついてるんで、まあ、時間の割には外は結構明るかったんですけど、まあ、辺りを見回しても誰もいなくて、あれ？と思って。でも外に出たら声がさっきよりはっきり聞こえて、その声がなんていうか、子供の声なんですよ。でも子供なんですけど低くてこうボソボソしてて、でなんかお経をこう唱えてるような、なんか気持ち悪い感じなんですけど、でもそれが小学生ぐらいの子供の声だっていうのははっきり分かったんですね。そしたらその時あること私思い出したんですよ。なんかたまに夜遅くに家に帰ってくると、なんか誰かにこう見られてるようなこう視線を感じる時があったんですね。まあ、別になんか悪意を感じるとか危ない感じはしなかったんで、まあ、気味が悪いなと思ってあんまり気にはしなかったんですけど、なんか今聞こえてるこの声とその視線がなんか関係あるんじゃないかと思ったんですよ。で、はっと思った瞬間になんかまた視線を感じたんですね。でもどこを見回しても誰もいなくて、なんかもう声も聞こえ続けるし、視線も感じるし、もう気持ち悪いからもう部屋入ろうと思って、扉閉めて、もう急いでベッドの中に潜り込んだんですよ。はぁ、怖かったと思ったら、今度はなんか、部屋の中に誰かが入ってくる気配がしたんですね。しかもなんか、一人じゃなくて、何人かこう、私の部屋の中をこう、ペタ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 こう歩き回っていて、なんだこれと思って、
しかも声もやっぱりボソ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 喋ってるし、でも気配もずっと消えないし、もうなんか歩き方からしてもう大人じゃなくて子供っぽいってのも分かったんで、もう願いだから出てってくれってもう声も出せなかったんで、目つぶってずっと布の中でこうお願いお願いもう帰ってってやってたんですよ。でそのまま、まあ、夜が明けて朝になったんですけど、もうそんな怖い経験したんで、あもう夜更かしは絶対やめようって、もう夜もできる限り早く帰ろうと思ってからは別にそういう声が聞こえることは一切なかったんですね。でそれから数年経ってから、あの親の仕事の都合で引っ越しをすることになったんですよ。まあ気味悪い経験した家だったんで、もうすごい内心嬉しくて、やっと出られると思ってこう引っ越しの準備をして、さあこれから次の家に行こうっていう時に、もう何を思ったかお父さんが記念写真を撮ろうって言い出して、いや別にこんなところで記念写真なんていいやと思ったんですけど、もうやたらしつこかったんで、まあ、渋々集合写真を撮ったんですね。まあ、それから何日か経って、まあ、新しい家に引っ越しして、まあ、普通に生活してたんですけど、ある日なんかお母さんが買い物から帰ってきた時に、なんかいつもと様子が違かったんですよ。まあ、いつも気さくなお母さんなんで珍しいなと思って、どうしたのって聞いたら、いやよっちゃんって、なんか前にあのマンションの前で撮った写真なんだけど、なんか普通じゃないんだよねって言うんですね。また私のことでも茶化してんのかなと思って、まあ、何何ってこう見たんですけど、うわってびっくりしちゃって投げ捨てちゃったんですよ。その写真っていうのが、まあ、私たち家族の後ろに、まあ、暮らしてたマンションが写ってるんですけど、その壁にあのたくさんの子供たちがブワーって写ってるんですよ。もうめちゃくちゃ気持ち悪くて、しかもその子供たちもがなんかその私たちのことすごいなんていうんですか、無表情な感じでじっと見てて、もうあまりに気持ち悪いし、まあ、なんか変に取り憑かれても怖いからお寺に持ってって供養してもらったんですけど、その写真のこととかも全部忘れられないですね。それが私の体験した怖い話です。怖いですね。これ写真に写り込むっていうのは一体どういうことなんですか？うん、あのね、私はあのいつもその心霊写真も言うんだけど、あのよく世の中でもってね、心霊写真心霊写真じゃない、あれほとんど心霊写真じゃないんですよ。ほとんどのは要するに変な写真や不思議な写真や変わった写真の中に怖い写真があったりして心霊つってるんだけど、心霊写真は絶対心霊写真なんですよ。今のは心霊写真なんですよ絶対に。でね、これ大事なことはね、心霊写真って忘れる必要があるの、覚えちゃダメなの絶対に。うん、覚えちゃいけないんですよ。覚えてるとどん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 広がってっちゃうの、人間ってのは。だから絶対覚えちゃダメね。でもしもそういう写真がある場合には、これまあ皆さんにね申し上げたいんだけど、あのそんな問題ないんですよ。どういうことかって言ったらば、もっと簡単に足立っちゃうの。要するにお皿なんかの上に細かくこう切っちゃうよ、写真を切って燃やしちゃうの、灰になるでしょ。そしたら塩かなんかでいいから一緒に混ぜてやればいいや、それで水で流しちゃうの、捨てちゃえばいいんだ、それで忘れちゃうの、軽くやっちゃうわけです。うん、あのもちろんあのお寺さんも神社もいいんですよ。でも割とねお寺さん神社がはいいんだけど、その持ってって供養してもらったと残るでしょ、はい、うん、どうなったかな、どうしたかなと、いいんです自分チャラにしちゃって、そしたら来ないんですよ。うん、それからね、子供の話って結構多い、たくさんある。私もね今ふっと思い出すけどいくつもある。例えばある時ね、その私それは島へ行ってた時なんだけど、そして帰ろうと思ったらその宿のおかみさんが見ていただけますかねって言うんですよ。それは老後のことがあるんで、自分とね旦那さんでもって住もうと思って、あの土地買っといてすごく家だったんだけど、ちょっと住めないんだって言うんですよ。なぜって聞いたらば、今は使ってないんだけど、たまたま友達がね家を建て直すんでって言ったんで、じゃあアパート使わない、うち使いなさいよ、ああ助かるわって来たんだけど、3日経ったらね、あそこ住めないって来るんだって。なんでって言ったらね、いや悪いんだけどね、夜中に2階でもって子供走り回って、バタ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 、もちろん誰もいないわけだ2階なんか、そのうち階段降りてきたって言うんですよ。それであの襖が閉まってるその向こう走ってったったんですよ。ごめんね怖くてって言っちゃったのって、なんかの間違いだろうと思ってた。でしばらくしたら今度は息子さんご長男がね、ちょっとあのうち直すんでさ部屋貸してよって、空いてるもんだからいいよって言ったんだ。3日経ったらやっぱり来るんだそうですよ。ダメだよ母さん、そこ使えないよって言うから、何があった、住めないよあそこ、おかしいよって、何があったって聞いたら、夜中にね上でバタ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 子供が走り回ってはしゃぎようがしてるんだよ、で声がしてそのままバタ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 降りてくると階段を。
それで襖が閉まってる向こう走ってったと同じこと言うんだ。それ何ですかって聞いたら、おそらくきっと昔そこにはね、あの海軍の大学校があって、子供が潜り込んで遊んでたんですね。な時に小学校5年生の男の子2人がそこに潜り込んでって遊んでて爆発しちゃったの。ダーン粉々だ。で以来そこは誰も入れなかったんだけど、土地を売ってもらったんで安いんで買ったんだって。ちょっと寄ったんだ、私家いくつもあんのそこ、誰も住んでないの。うん。でまあ実際そこ行って、あと私血で目合っちゃったんだけど、子供の霊というのはちょっと怖い。うん。子供や動物の霊というのはね、限度が分かんないから怖いよね。素直なだけにね、害って言えば越したこと、それがいいことですよ。やっぱり離れることかな、その場所から。これが一番いいかもしれないね。なんかきっとあったんでしょうね、そこは、と思いますよ。うん。子供の霊って怖いんですね。怖いですよ。では稲川さんのとっておきの話聞かせてください。はい、この関西にあったというこのホテルは、1階がフロントとロビー、喫茶レストランに結婚式披露宴宴会場といった関係の、まあ、受付でもあるし相談所でもある、そういう窓口があって、で2階にはというと、まあ、着付けと美容室で写真スタジオがあって、まあ、チャペルは別棟なんですがね。で3階にその宴会場というのは2つあるわけですよ、と、まあ、司会室がある。5階から上はね、客室になってるんですがね、4階はなぜか使わないまんまになってるんですよ。4階にも一つ宴会場はあるんですがね、まあ、ホテルの言い分では、要するに4階に宴会場があると5階から上の客室に音がね届いてうるさくてしょうがないということと、まあ、近年はあまりこの宴会もなくなったんでという話なんですね。でも実際のところはどういうわけなのか、これ定かじゃないんですよ。5月のことなんですがね、まあ、このホテルでの結婚披露宴を友達が行ってるんで、まあ、出席した、仮に、まあ、恵美子さんとしておきましょうか。やってきたらばちょうどこれシーズンだから、えらく混んでるんだ。でこちらの会場でもって披露宴が始まってると思うと、もうこちらが終わるで、入れ地に次の披露宴が始まるという状況ですから、もう帰る人と来た人ともごった返して、聞かだった人でいっぱいなんですよね。でそろそろ自分の方のその披露宴があるわけだから、でこう電話待ってるんだけど、そうこうするうちに、そうだ、ちょっと本番前にトイレ行っておこうと思った。行ってみたらば、その婦人用のトイレ、順番待ちの行列なんです、ずらーっと。これやだ、どうしようと思って見たらば、階段があるんですよ。でゆったり階段があって、4階がなんか空いてるようなんで、じゃあ行ってみようと思ってね。でトントントンと4階上がってったと、4階には全く人がいないんですよね。小さな明かりがポツンポツンとついてる木、シーンと手前で書いて、なんだか気持ちが悪い。3階とはえらい違いなんですよね。で、うって見たら向こうの壁にトイレットって書いてあるわけだ。ああ、あそこはそうだなと思って行ってみた。紳士用とご婦人用があるわけですよ。で、婦人用の通路入っていった。で右手にまた入り口があるんで、ふって見ると、だから真っ暗なんで、で、壁のスイッチカチンって入れたわけだ。明かりがぼやーっとつくと、まあ、掃除はされて綺麗なんですがね、もうおそらく長いこと使われてないんでしょうね。なんだろうと思ったけど、まあいいね、差し当たってもうすぐ行かなきゃなんないんで、で大理石の床をカーン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 入っていって、別に深い意味はないんですが、奥から2つ目のその個室のドアカッカッニーッと開けた。中に入って、で棚のところにそのバッグを置いてね、でドアドンと閉めて便座にかけたわけだ。シーンと、カン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 、靴音が聞こえてきた。だんだん近づいてきて、カン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 、トイレなんか入ってたんで、あ、この人も下が混んでるもんだからこっちへ来たんだなと思ってた。と、コンコン、ドアノック来てるんですよ。でガチャッ、ニーってドアが開いた。ドンって閉まったんですよね。と、カンカンカン、靴音がしたんだ。あら、なんだろう、入らなかったんだなと思った。とまたコンコンとドアノック来てんですよ。でガチャッニー、ドアの開く音がした。ドンって閉まった。とまたカンコンコン、靴音がしてる。あれ、また入らなかった、おかしい人だなと思ってると、隣の個室ですよね、コンコンノックする音がするんで、まあ聞くとはなくね、耳をそばだって横をよく聞いたわけだ。
にドアが開いて、かすれた女の声でね、ない、聞こえたんで、うわ、ちょっと気持ち悪いなと思った。にー、ドンと閉まったわ。それでまた、コン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 。自分が入っている個室の中で止まったわけだ。要するに、ドアの方に向かってかけてますからね、恵美子さんは。ちょうどドアの向こうに立ってる人とは、こう、向かい合った形になるわけだ。あら、コン、コン、ノックしてきた。鍵がかかってるわけですから、使用中の印が出てるのに、この人なんだろうわけのわかんない人だなと思ったんで、カンカン、ノックし直した。こっちからね。ノックし返すと、向こうから、私の指輪ありませんかって声が人。トイレに入ってる人間に声をかけるってのは、これ非常識もいいとこじゃないですか。で、悔しいもんだからね、腹立ったんで、ありませんよって言ったの。しばらくして、本当にありませんかって言った。ん？それドアの向こうからじゃないんだ。下から聞こえたんで、ひょいっと見たときに、うわっと思った。ドアの下、少しこう隙間があるじゃないですか。そこから指の先がこう出てるんですよ。磨いた大理石、その隙間なんですが、そこにね、顎と、それから赤い唇が映り込んでるんですよ。どうやらその女は、床に手をついて、その隙間から中へ覗き込んで、本当にありませんかって言ったらしいんだ。この人おかしい。これ異常だと絶対に普通じゃないんで、嫌だどうしようと思った。でもそこにいるからどうすることもできないんで、うわー困ったなと思ってたらば、入れてくださいって。もうこれは黙ってる方がいいなと思って、ダバーってたらば、突然そのね、ドアがガタッ、ガタ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 、ノブがね、揺さぶられてるわけだ。ドアが鳴ってる。ガタ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 、こっちは黙ってこないから、ダバーってと、ガタ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 、売れるもんだから、やめてーって叫んだわけだ。ピタッとやんだ。途端にふっと開かないけど真っ暗ですよ、トイレの中。うわーと思って。尋常じゃない。普通だったら悲鳴上げて逃げたいんだけど、ドアの前にいるから逃げるわけいかないから、クソともしてないし、ザバーって 目つぶっちゃって、チーンとしてる。ドアの外でもって、息遣いがしてる。いるんだ、そこに。もうダメだ。助けてください。お願いだから助けてください。お願いだから助けてください。もうダメだ。助けてください。シチュー酔ってるとこでじーっと。と、カツン、タタタ、ツッ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 、スリルの音がしてるわけだ。黙ってくってじーっと。ツッ、タタ、ゴーッ、ツ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 なんだろう。じーっとしていると、すぐ近くで、息遣い聞こえたんで、えっと思った瞬間、髪の毛が触っとこう、顔に触ったわけで、うわっと思った。自分の髪の毛じゃない。自分は今日、美容室へ行って、髪の毛アップにしてるわけだ。じーっと目をつぶって、ただ黙ってる。と、不意にね、静寂の中で、ない、声が来た。思わずファッと目を開けた。途端に、ギヤーって言われた。真っ暗な個室の中なんですがね、自分の前に、逆さにこう、ぶり下がった、女の子があったそうですよ。そのまま意識なくしちゃった。この4階のね、宴会場なんですが、かつて披露宴に招待されてない女がやってきた。それで追い返されたんですね。で、この人がトイレに入って手首を切って自殺をしたんですね。この死んだ女のね、左手の薬指には婚約指輪がはめられていたそうですよ。おそらくきっとそんなことがあったんで、4階は使わなくなったんではないかという、そういう話です。すごい怖いお話ですね。本音ですね。さや、うん、ちゃんどうですか。個室でそういうことが起きると本当に逃げられないし、ね、本当にパニック状態になりますよね、うん、しかもトイレという場所がやっぱ皆さん行ったことのある、うん、誰しもが必ず行く場所なので想像もしやすいし、うん、怖いですね、うん。いろいろ使われるんでしょうね。要するに単にその用を足すだけではなくて、いろいろなものがあるんじゃない、あの中でさ、うん、だと思いますよ。とっておきの話ありがとうございました。とんでもないです。